H&KVPQ もしくは SFPQ はドイツの重機メーカーである H&K 社が開発し2014年から製造している自動拳銃である。作動方式はティルトバレル式小トリコイル。グロック17のようなポリマーフレームとストライカー撃発方式を採用している。スライド後部にはコッキング操作をサポートするための突起とコッキング状態を知らせる。 ファイアリングピンインジケーターがついている。セーフティはトリガーに組み込まれているトリガーセーフティのみ。ハンマー撃発式の H&K P30 とスライド形状やフレームが似ており、P30 の断層を流用できる。P30 と同様バックストラップとグリップパネルを交換でき、ピカティニーレールを採用している。開発時は VP ウォックスピストールという名前が付けられたが、 欧州でのセールスに伴いストライカー、ファイアードピストルを表す SFP という名義に変更された。ドイツ連邦警察局やアメリカ合衆国の警察が採用したほか、陸上自衛隊が SFP 級を 9mm 拳銃の後継拳銃として選定したことが発表された。防衛省、陸上自衛隊はそれまで採用していた 9mm 拳銃の後継として、 2017年度予算において、本拳銃とグロック17、ベレッタ APX の3機種を調達し、2019年まで選定作業を行っていた。そして2019年12月6日、同様に選定を行っていた、新小銃と共に新拳銃として、SFPQ の採用が発表された。選定理由としては、今回候補となった3機種すべてが、 要求性能を満たしていると判断された上で、性能、広報支援、経費の項目において、最も高得点を獲得したのが本県10になる。特に経費の点では3機種中最も安く、量産単価で1式あたり7万円となっている。陸上自衛隊における、調達数としては1万4000兆が計画されている。最初の調達は2020年度予算において323兆が、 計上された。2020年5月18日には 9mm 拳銃 SFP-9 として正式に報道陣に公開された。公開されたモデルは耐水性に優れた SFP-9M となっており、水陸機動弾をはじめとする南西方面の部隊への配備が意識されている。ただし今後配備されるすべてがこの SFP-9M になるかどうかは不明。また、 ドイツの新聞によると2020年東京オリンピックを控えた警察も約2000兆を調達したと報じられている。ありがとうございます。